あれ富士山じゃね？富士山だよ。おお。すごい。冬とか綺麗だよね。ね。雪積もったの。もっと鮮明に見てみたかったな。どうですか？柔らかかった。柔らかい？さあ、この扉を開けてみると、え？はい、じゃじゃーん、鏡です。毛布もありますね。エアコン、これ虫除けのやつもあるし、リセッシュもあります。バーベキューするからね。懐中電灯、これじゃね、キッチン。あ、本当だ、スリッパある。これがバーベキューやるとこですね。あそこでキャンプファイヤーできます。後でやってみよう。中が見えるぞ。こんな感じ。さあ、ちょっとキッチンの方に行きますか。じゃんじゃんじゃーん。ここがリビングです。ここだったら屋根もあるので、雨が降ってても大丈夫なようになってます。あ、ナッツとプレッツェルと、お、お水。ここに冷蔵庫とキッチンもあって、電子レンジもあって、ここちょっとさ、めくってみて。オープン。食器もあります。本当に何もいらないね、準備が。お風呂見ちゃったんだけどさ。すごかった？めっちゃすごかった。え、なに？ちょっとシャワー見に行きたい。トイレが、いいトイレ。おお、ちゃんとね、個別のトイレが。しゃべっとるのに。え目つぶれて。オッケー、目つぶった。ちょっと待ってね。うん、引っ張っていくね。カメラこれでいい？いいよ。目開けます。おお、見てこれ、めっちゃある。あ、本当だ。部屋暮らしちゃんとある。本当だ、本当だ。すごい。アメニティです。見て、ドライヤー。部屋パックまであるじゃん。あ、ドライヤーも。これ何、ね、カミソリ。なんだこれ。部屋ブラシ、歯磨き、体洗うやつもあるよ。え、ちょっと入ってみる。中広っ。すごい、見て、こっちも体洗うところも広い。暑い？ちょうどいい。ちょっと高い。いいね、なんか旅館みたいだね。これ蓋つけたままでいいんだよね。おー、これなんだっけ、ブイヤベースの。パスタ入れて、なんか最初にスープとして飲んで、で、残ったら締めとしてパスタ食べてください。はい、じゃん、お肉。じゃん、これドレッシング、岩塩、おろし、胡椒、これがソース、タレ。切れる？いい匂いだった。シュ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 言ってるよ。ねえ、見て。ねえ。
かのうちに焦げてバカじゃんこれ食べられんがよくあるやん TikTok でさ焦げてスポッと見るし見てじゃんこれのやつ美味しかったやろ美味かったさやのよりさやのも美味しかったいい匂いがしてきましたねおー美味しそうどこまでも伸びるこれがもうちょっとですねマサ美味しそうですねこれかめっちゃ美味しいのしてくれ。これだ。でかすぎ。でかいパンにしようかな。これを。それなんかのついてる？そうだ。はい。あ、箸はまだある。アヒージョめっちゃ美味しい。お肉が冷めちゃったからここで立ちながら温めながら。こっちは。あ、あ、なんか。ガワビです。すごい。どれだったら何もない足軽にさ、クラッカーのやつアンバランスなんだでっかいマシュマシュないのうんどこなのなんかボタンと違うマシュマロチョコサンドうん、うまいけどチョコは溶けてねチョコも溶けてきたこういうとこについたやつが取れないんだけどあ、チョコマシュマロパン食べれる笑われとるやんクラッカー、ズッキーニ、イカ、アヒージョフルーツシャインマスカット見して取られたでもまだあります重いね昔作り職人しとんのよなタイトルはチョコサンドサンドしてねめっちゃ寒くて今ねもうね出れないって言ってるね気持ちいいです温泉最高温泉にさ泊まったのすごい久しぶりだからゆっくり浸かりたいと思いますはいおやすみんおやすみおやすみ寒くて暖房つけた今コーヒー飲んでます朝はこれしか勝たん暖房つけたらめっちゃ曇っちゃいましたこれだけ外が寒いということですねでもなんかテントの中より外に出た時の方がちょっと暖かい感じしたんだよなじゃーん朝ごはんが届きましたお腹すいたメニューはこんな感じですあ、お腹鳴っちゃうアボカドじゃじゃーんなんだろうこれプルドポークポテトサラダチーズー
名東牛乳、山梨の牛乳なのかな、給食の牛乳みたいな。どうする？お腹に美味しい。はい、というわけでですね、もうすぐ、初めてのグランピングね、チェックアウトするんですけど、持ってきて良かったものとかちょっと話したいなと思って、蚊取り線香もここにねあるんだけど、予備で持ってきててすごい良かったなと思いました。あとなんかお部屋にシュッてするあの虫除けのなんていうのスプレーみたいなのをしといたら、朝起きた時にちょっと結構大きめのハエが床にねポロッと落ちてたので、スプレーしたからなのかなというふうに思います。あと食事なんですけど、バーベキューのセットの内容が、うちにはね食べ盛りの男子高校生がいるのでちょっと足りないなというふうに言ってて、私とお母さんは全然良かったんですけど、持ち込みも全然無料で OK な場所だったので、ちょっと持ち込みでもうちょっと食べ物持ってきたら良かったなっていうふうに思いました。あと朝もさっきね食べたけど、ちょっとまだもうちょっと食べたかったなって言ってたので、で電子レンジがあったので、砂糖のご飯みたいなチンするご飯とかを持ってきてたらね良かったなっていう風に思いましたね。たくさん食べる方はそういうちょっとね自分で持ってくるものもあるといいかなっていう風に思いました。あとあのドリンクの飲み放題の場所があるんですけど、そこがお酒はハイボールとかビールとかワインとかもあっていいかなと思うんだけど、ジュースがオレンジジュースとリンゴジュースしかなかったので、ソフトドリンクの量が少ないかなと思ったので、自販機もあるんですけど、飲み物あれやったら持ってきた方がいいかなっていうふうに思いました。お水とかも3本最初入った時にあったんですけど、やっぱ結構ね飲んじゃうので、お水も余分にあったらすごい良かったかなと思いました。やっぱりグランピングなので、普通のキャンプよりももうすごくね充実してるし、本当に何もいらないと思うけど、プラスアルファでそういったものがちょっとあるともっとなんていうの充実するかなと思います。もしねこれからグランピングに行く方は、まあ、持ち込みとかはもしかしたら施設によってもちょっと違うかもなんですけど、ちょっとチェックしてみて、こういうことしたいなとかあったら持ってきたらいいかなと思います。組めばこそ調子の池の沢グラン、ハート型みたいだよ。めっちゃ深いね。